フレデリック・ビューロは、ガボンの首都リーブルビル出身のサッカー選手。ポジションは MF。ガボン代表。マレーシアスーパーリーグフェルダ・ユナイテッド FC 所属。フランス人の父とガボン人の母を持つ。1996年から、トゥール FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2005年から、エースモナコのユースチームに所属した。2010年にトップチームに昇格し、 2010年8月7日、オリンピックリオン戦でデビューを果たした。2011年7月、SM カーンに3年契約で移籍した。2014から15シーズンは、チャンピオンシップのチャールトンアスレティック FC へのローンで過ごした。2015年7月13日、スタッドランスに2年契約で移籍し、再びリーグワンでプレーすることとなった。2019年に、 FC ギフへ完全一席。J リーグ初のガボン人選手となる。2020年1月、マレーシアスーパーリーグのフェルダユナイテッド FC へ完全一席。フランス代表として、各年代の代表でプレーし、2009年に UEFAU-19 欧州選手権に出場した。2014年2月にガボン代表に選出され、3月のモロッコ戦で、 代表デビューを果たした。ありがとうございます。